文章を寄せています。で、まあこれは、ドキュメンタリーについての解説でもあるんですけども、今現在現代、まあ、今日、まあ、この瞬間アートがどういった意味を持っているのかなというのにことをですね、考える上でとても意味があることを、書いてあるというか、まあ、書こうとしている感じがするんですね。なのでちょっと一部紹介をしたいなというふうに思います。まあ、非常に薄くて、これ洋書屋さんで買っても、まあ、1000円ぐらいなんですね。なのでもしぜひ手に入るようであれば手に取ってみていただきたいなと思うんですが、でこれは普通だと、なんかドキュメンタっていうその世界最大の祭典のディレクションするので、なんか大それたこと書きそうなんですけども、一通の手紙、友人への手紙という形をとっています。まあ、そこもなんかちょっと素敵な感じがするところなんですが、ちょっと待ってください。これなんとなく、設定がまずくてどんどん途中でやらなきゃいけないそうですが、ですね、その中で、少し、まあ、鍵になるようなことが書いてあります。で、人にはですね、2つの翼があったり、すごいなんか、なんて言うんですかね、すごい詩的なことを書いてますね。で、昔なんか雨に打たれて、雷に打たれて逃れてきたそのなんかコンドルがいて、そのコンドルが地上に降り立って、それから人間になったんだよみたいなのが書いてあるんですね。なんかちょっとグラッとしますよね。アートの話でそんな、なんかそんな、なんかナイーブな話するんだみたいな感じになると思うんですが、だから要はそれは、まあアートの話なんだけども、そのアートプロパーのなんかすごい特別な話じゃないんだよっていうことを言ってるんだと思うんですが、でこの中で特別な、なんかアートの用語っていうのはほとんど使われてないんですね。友達に語りかけるようにそれを書いて、しかもそのじゃあその内容の意味がないかというのはなくて、とても意味が深いんですが、でその中でですね、でそのコンドルが地上に降り立って、で人間になったと。でその人間にはまあ相変わらず2つの翼が残ってるっていう、まあだから、もうこの人詩人になっちゃったので、もう詩を書いてるので、もう詩に関しては誰もが文句をつけようがないので、もう黙って聞くしかないわけですが、なのでまあちょっと僕らもちょっとそれに黙って付き合っていこうかなと思うわけですが、でそこにはですね、2つの羽があるって書いてあって、1つの一方の羽は、なんていうんですかね、マインドとボディとソウル、これなんて言ったらいいんでしょうか。マインド、それはインテレクトと書いてあるので知識ですかね。ボディは、まあ動きとかって書いてある、だから身体的な動きですよね、活動と、ソウル、エモーションと書いてある、情熱みたいなものですよね。でそういったものが一人の人間の個の部分を形成しているというふうに書いてあります。で、もう一方の羽があって、そっちには何が、3つのやつが、またここでもあるんだけども、そこには何があるかというと、支えというと、プロセスとセレモニー。でまあ、その3つの要素がなんか正しいのか、なんかそれっぽく聞こえちゃうんですけども、どうなのか分かんないんだけど、人間には要は個の要素とパブリックなというか、まあ、人との関係の中で生まれてくるものがあるよ。でその両方のバランスがうまく取れた時に、そのコンドルから地上に降り立った人は一人の人間になるんだよというようなことを書いてる。でそれが一つの世界最大の現代美術の展覧会という形で、これほど多くの200人近いアーティストを集めた一つの展覧会に、まあ、結実しているわけです。で、その中の何人かのアーティスト、この人すごい良かったとか、もうこれはもうぜひ皆さん行って、明日にでも行ってみてくださいみたいなことを、ここで言うことはぜひ、やめたいと思うんですね。それがここでの意味、趣旨ではなくて、僕はこれからとても影響を受けることができましたということは、まあ、言ってもいいのかなと思うんですが、とても影響を受けたというか、影響をこれからもきっと受けていくであろう展覧会だったということは、まあ、言えるのかなと思います。
で実は僕はそんな、まあ、トップメンターって5年に1回開かれてる展覧会なので、皆さんも人生の中でそうそう何回も訪れることはできないと思うんですね。僕も、実はこれは、スイッチ、2でも、結構いい年なんで4回ぐらい行ってるんですね。4回行くと20年行ってんじゃんみたいな感じで思われると思うんですが、まあ、20年行っちゃってるわけですよ。でその中にもうひどい回もあったんです。実はこの前の12回っていうのは僕にとっては全く意味がないというか、もう一刻も早く帰りたかった。でその中にはいい作家もいて、アルトゥール・ジメフスキーという今回のベルリン・ビエナールのディレクションした人ですかね。ジメフスキーのベルリン・ビエナールを見に行った人も今日来てもらってますけども、その人の作品はドキュメンタリーの前回の中でとてもいい作品だったんですが、でも全体としては良くなかったんです。でけれども非常に感銘を受けたこともあって、僕がまだ現代美術って何かなみたいなぼんやり手探りだった時に出会ったコクイ・エンベゾーという、アフリカ系のアメリカ人がディレクションしたドキュメンタリーはとても僕に大きな影響を与えたんです。で要はアートっていうのは社会ととても関係があると、まあ当たり前のことなんですが、今では誰もそれを疑う人はいないんですが、それを当たり前のようにその時改めてというか強く刻印されました。でけれども同時にその時の展覧会というのは実はとてもつまんなかったんですね。すごい何か暗い気持ちになるんですね。社会の問題を扱っているし、私はこんなことの問題に取り組んでいますとか、私はこの問題のこんな暗い面を暴きましたみたいな作品が多くて、確かにそれにはうなずくようなのがあったりしたんですけども、けれども同時にアートってこういうことだったかなっていう疑問も常にどこか頭の中にあって、で日本だとこれとはすごい対極的にアートっていうのは面白さとか分かりやすさってことばかりな、今もなお問われているんですよ。でけれども本当にそんなことでいいのかなっていう思いもあるわけですよね。僕はよく最近学生には言うんですけども、僕は実際の現実の生活がとっても楽しいので、アートを見に行くときぐらい嫌な思いをしたいっていうふうに言うと笑われるんですが、要は流行りの言葉で言うとリアージュですよね。現実の世界が充実しているから別にたまたま見に行ったようなアートの世界なんてクソでもいいわけですよ。クソでもいいとは思わないけども、要はそこでなんか多少不愉快な思いにさせられても僕はあまり嫌だとは思わないんですが、でも未だに日本ではアートの世界っていうとなんか楽しかったり日常生活を忘れられたり分かりやすかったりっていうのが求められるんですが、果たしてそれでいいのかなっていう疑問はあるわけです。でただそういった意味をそういった点を非常に問い直すっていう性格は前回のドキュメンタ前々回のドキュメンタ奥義演説の時にはあったとはいえ、けれどもつまらないですね。陰鬱な気持ちになって、確かにものすごくなんかその納得できるような問題の提起みたいなのがあるんだけども、それがずっと続くとさすがにへきへきとさせられるっていうところがあります。僕もへきへきとしたんですね。けれどもそれを僕はずっと、ここ何年か自分の本の中でも意味深い展覧会だったっていうことを言い続けてきたんですが、でも同時に実はその常に疑問を抱いてたんですね。果たしてそれでいいのかな。であそこの中で提出されたものっていうのは例えば社会学者や政治学者も同様に提案できるものなんじゃないかなってずっと思ってたんですね。でところがその疑問っていうのは、そうそう解けるもんじゃないだろうと思ってたんですが、この今回のキャロリン・クリストフ・バカルギエフという人のドキュメンタリーを見た時に、何か社会の問題とか深刻な問題を扱ってるんだけども、同時に何か少し軽さがあったり、少し何かそこで何かとっつきやすさみたいなものがあったりするっていうのを強く僕は感じたんですね。でこれはなんか僕にとってはすごく意味があることで、僕に影響を与えた前々回のドキュメンタの11回目っていうものが
何かこなれてきて、その次のそこでの問題点を一回洗い出して、次のステップに何かを進め始めたもののように、あの僕には思えて、とても何か今回それに関してですね、何か動かされたっていうのがあの事実ですね。で、動かされて、あの何か自分もしなくちゃっていうふうに当然思うわけなんですが、まあその思いを強くあのさせられたわけです。で、まあドキュメンタリーは100日間やっているので、9月の16日まであの開催しているので、これからぜひ出かけてくださいっていうふうに言っても、あ、じゃあ行ってこようかなみたいな感じでは行けない距離にあるので、なかなか難しいとは思うんですが、あのぜひあの興味を持ってその情報とかそういったものを眺めてみてほしいですね。ただし少しだけ僕はここで具体的な名前とかは挙げたくないんですが、あの注意してもらいたいのは、やはりこの輸入文化っていうのは常にある種の何かその次の新しい何かを示すための指標として使われがちなんですね。だからおそらく今後アートのメディアにこの人が良かったとか、こういったテーマのこのテーマ性が良かったんだっていうことが繰り返し言われるんではないかなと思いますけれども、あのバカルギエフがこの、まあ、短い本の中で、あのテーマっていうのは重層的であると、で常に相反するものがそこにはあると、で例えばある、このドキュメンタをパロディ化したその、まあ、あのイベントを企画した人とかも、まあ、それはもちろんあの承知の上だと思うんですが、例えば、崩壊と再生がテーマである今回のドキュメンタということを、まあ、言って始めた人プランもあったんですが、実はそのテーマはないんです。そうではなくて、それは歌ってるけども常に多義的であるということを言っていて、